おや、主様、お口元が汚れておりますよ。私が拭いて差し上げます。拭き拭き。はい、綺麗になりましたよ。どの屋台でもかなり割引になるからとはいえ、少々食べ過ぎてしまいましたね。私は満腹でございます。食い正月というのも素敵な過ごし方ではございますが、正月太りになってはいけません。主様のお腹はいかがでございますか？存分に満喫できておりますでしょうか？まだ私のお年玉は残っておりますから、食べ足りなければ遠慮なくおっしゃってくださいまし。新年早々お褒めに預かり光栄でございます。ですが、主様をサポートするのが私の務めでございます。楽しいお正月に導くのも当然のことでございます。里では長老や旧知の同胞たちに昨年の主様のご活躍を報告してまいりました。旧知の同胞たちとの語らいは心穏やかになる落ち着くひとときでございました。ですが、主様と出会い、主様の優しさに触れてしまった今はもう、主様のおそばが私の新しいもう一つの故郷でございます。もちろん語らうだけではなく、里に伝わる行事も一通り行い、私は十分にお正月を堪能いたしました。いえ、一つだけやり残したお正月の行事がございました。里の風習ではなく、以前神殿の職員から教えていただいた、ここランドソルの験担ぎなのですが、本来なら元日に執り行うものなので今からでは少々遅いのですが。それはいけません。今日は主様をお連れするつもりでしたから、私の予定を差し込むなど。ふむ。ですが、あの行事でしたら、やはりお言葉に甘えてもよろしいでしょうか。主様のためになることかもしれませんので。ありがとうございます。では移動いたしましょう。こちらでございます、主様。不思議そうに周りを見回しておりますが、お正月らしさがないことが気になっているのですね。安心してくださいまし。この湖のほとりには、おお、やはりまだありました。元日に神殿職員の方々が利用した舞台がまだ片付けられずに残っておりました。こちらを少々お借りするといたしましょう。何せ人前で行うのは初めてでして、うまくできるかどうかあまり自信がないのですが、どうぞご寛大なお心でお付き合いしてくださいまし。ありがとうございます。主様が楽しみとおっしゃってくださったので、少し気が楽になりました。では参ります。ゆっくりと手を掲げ、それから次は確か腰をひねり、おや、はあ、主様、そのようにじっと見つめないでくださいまし。うまくできるか自信がなくてとても恥ずかしいです。ですが、これは主様に捧げる祈り、しっかりと見ていてほしくもあるので、もどかしいです。お正月をお楽しみになっているところに水をささぬよう、楽しんでいただけるように私ができる限りのすべてを主様に。完璧な舞とは言い難い出来なのは承知の上、しかし私の主様をお慕いする思いだけは、それだけは嘘偽りのない私の純粋なたった一つの願いでございます。主様、どうか今年も
おそばに置いてくださいまし。ふう、拙い舞でお目見汚し失礼いたしました。今のはランドソルに古くから伝わるお正月の舞の一節でございます。実は昨年末神殿に出向いた際に職員のお一人がこの舞の話を聞かせてくださいました。新しい年の初日に一番大切に思う人に奉納することでその年もそばにいられるという願掛けができるのです。この願掛けの通りになれば私の願いは叶い、主様も私のサポートを受けていただくことができます。ですから私にとってはこれ以上ないお正月の験担ぎなのでございます。しかしいつか主様に披露したいとは思っていましたが、まさか今年見ていただくことになるとは。里で時間があるときに少し練習をしていたのですが、様になっていたとはとても言い難い出来栄えかと。いかがでしたでしょうか。主様が退屈だと感じていなければいいのですが。はい、主様のことだけを思い誠心誠意真心を込めて披露いたしました。そんなそれほど褒められると反対に不安になります。ですが主様の言葉ですから今日はそのまま受け止めさせてくださいまし。主様に楽しんでいただいたようでとても安心いたしました。私の拙い舞にはもったいないくらいのお褒めの言葉まで。私の願いや幸福のすべては主様のおそばにいてサポートをすることでございます。ですから主様のためでもあり私自身のためでもあるこの舞をまた来年もどうか披露させてくださいまし。